皆さんこんにちは。今日都内某所に私来ておりますが、覚えていらっしゃいますでしょうか。あかりちゃんの結婚式プロジェクト、うん、その方いいんじゃない。そうもあかりちゃん、ありがとうを伝えられる式にしたいですね。素敵な、はい、なんかで思い出になる会にしましょうね、一緒に、うん、はい、みんなで成功させるべくちょっと取り組んでいきましょう。レッツゴー。進行してますよ。今日はあかりちゃんのご所望のドレスをフィッティングしに来たんですけれども、はい、じゃじゃん、こちら。なんて読むの？コーディさんっていうね、会社にご協力いただいて、はい、今日はそのコーディさんのとこのドレスショップに来てみましたけれども、あかりさんね、着たい言ってたから、きなりのドレスと、はい、あと白雪姫だったよね。はい、きなりじゃないですけど、少しナチュラルトーンなこうストンとした派手じゃないもの、うんうん、白雪姫っぽいですよね。タイクさんのミッションですからね、ドレスを一緒に。まあもう私は、まあ、マンの気持ちでちょっとオンマの気持ちで挑ませてもらいたいと思ってますけれども、早速呼んでみる。こんにちは。ご紹介いただいていいですか。はじめまして、私、お、3分です。お、3分。はい。3分し。いらっしゃい。ありがとう。いやー、やっと会えてきたー。どうですか、今日。これの後、ドレス選びしますけれども。緊張して、はい、何を言えばいいのかちょっと分かんなくて、うん、いいのも何も言わずに、ただもう私がこれ来てこれ来てっていうのを聞いてもらえばいいから大丈夫だよ。頑張ります。すごい。初めてドレス見に来るのって。はい、初めてです。お邪魔しまーす。まずお母さんじゃない。こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそです。え、じゃあ早速見てみようか。はい、こんにちは。山田と申します。本日はよろしくお願いします。もうあれですよね、いくつか見繕っていただいてはいる感じですね。そうですね。じゃあ早速ちょっと見てみようか。じゃあ旦那さんはサン君はちょっと座って待っててもらって、はい、あかりちゃんから一緒に見に行こうか。綺麗だね。いっぱいあるよ。数がすごい。全部で何着あるんですか。全部で大体60着ぐらい。すごい。選び放題。どうぞどうぞ。一着目がこちらのドレスになりますね。かわいい。3D モチーフといって立体感のあるお花が特徴的なドレスになります。これはでもなんか確かに純白ってよりはちょっと黄みが入った感じのドレスですかね、はい、少し柔らかい色合いになってますね、うん、やっぱりこういう実物見てみても白っぽいより黄みが入ってる方が好きの方が好きです。うんうん、はい、まあね、合いそうだね。デコルテとか腕周りってどんな感じ。こうやってなんかちょっとあった方がいいのか、はい、隠したいです、ね、隠したい隠したい。着てみると、あの出してた方がすっきり見えるねっていうこともあるので、うん、ちょっと試しながら、はい、ぜひ見てもらえたらな、うんうん、なんか見てみて気になるやつあればさ、はい、ぜひぜひ。せっかくだからさ、こんなにたくさんあるの何もできない。あれじゃ一緒に見ていこう。見えるよ。ほらこういうデザインとか違うところで。でもちょっと落ち着いて、ふーってしていろいろ考えてきたでしょ。お任せしたいです。お任せしたい。でも私やっぱこの準備していただいたこのあたりとか、はい、こっちがこっちだとどっちが好き。パッと好きなのはもうこっち。ちなみにこういうさデザインのとかってどう。ちょっとマーメイドっぽいのとか。あ、それよりも A の方がいい。どっちも好き。どっちも好き。こっち系もじゃなければ大丈夫。こうじゃなければ。でもさ、シンデレラ好きなんだよね。白雪姫。白雪姫こうじゃん。あ、こうですね。あ、ちょっと違う。シンデレラはこうです。うん、え、白雪姫はこうです。勉強不足です。こっちとかも見ていいですか。ね、うん、これも綺麗じゃない。グレージュっていうのかな。肌なじみが綺麗に馴染むようなトーンのですね。白はさ、結構明るめの白の。ね、そうですよね。あり。
ありなんですけど、ファームとかでの子はチュールとかの方が可愛いかなって想像した。悩ましいね。悩ましいね。まあでも着てみよう、せっかくだから。はい、これちょっと着てみていいですか。日本語とか可愛いね。こういうのも一回着てみる。これとか綺麗じゃん。髪の毛ってどうしたいとかある？全部あげるよりかは、ハーフアップとかの方が可愛いか。はい、先。でも可愛いね。着てほしいのいっぱいあるな。ちょっと一回着てみよう。着てみよう。いやー、ドキドキするね。ね。勝手にもううるってきてるから、こっち。じゃあ、後肌。待ってるね。はい。お母さんもなんかこういうの着てほしいとかないですか？あ、だいたい池が一緒。ふわふわってしてるような。ふわふわってしてる肌。はじめまして。タキシードコーディネーターの高山と申します。はい、よろしくお願いいたします。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとタキシードあの選ぶんですけど、はい、ご本人のリクエストとしては、はい、花嫁さんを引き立てたいから、はい、白に被らない方がいいんじゃないかっていうご意見があるんですけれども。なるほど。まあ、新郎様が、まあ、イメージがあられると思うので、まあ、それに沿ってちょっとご提案をしていきたいなと思いますので、ご新郎様もご新郎様でしっかりあのかっこよく目立っていただいて大丈夫だと思いますので、もう女だと思って分かったら相談して。カラーのものとしてはこういったラインナップがございまして、うんうん、特徴がピークドラペルといって、こういったちょっとスーツに近いような形のものがカラーの展開では装飾されておりまして、うんうん、一般的にこうタキシードって言われるちょっとイメージが近い感じだと、うん、ショールカラーといって、この生地とここのラペルといいますか襟の部分が、黒のシルクのものでコーティングされているものがちょっと結婚式には近いかなと。なのでちょっと印象もこちらの方がかっちりするような形になって、こっちがカジュアルな感じになるので、フォトウェディングとか披露宴とかの方は結構こちらの方が多いっていう形で、あとはホテルとかちょっとかっちりした感じの挙式の方であれば、こういったちょっとショールカラーを選ばれる方が結構多いです、ね。うん、なんかさ、あの、はい、挙式の方はあかりちゃんさ、ちょっと白っぽいきなりっぽいさドレス着ると思うから、はい、ちょっとかっちりしたタキシード着て、もう一着着た時に合わせてちょっとカジュアルな方で選ぶとかはどう？いいと思います、ね、まずタキシード着る、はい、うん、イメージとしてはこのネイビーか黒とかが結構、はい、でもさ、どうなんだろう、パームでさ緑バッグでしょ、そしたらなんか黒よりはこっちとか。そうですね、パームの一度僕あの行かせていただくことがありまして、すごく緑が生えてて、すごいあの広大な感じなので、こういったちょっと柄もパッチリよりは合うかなとは思いますね、うん、なので一度着てみて、うん、それでお好みで大丈夫かなと思います、うんうんうん、こういうのも嫌だ。あ、嫌ではないです。似合うと思うな。ちょっと私的には。察しました。ほんまリクエストこれだけど、じゃあこれで着てみよう、はい、あと合わせて、蝶ネクタイとカフリンクスのボタンと、チーフもありございまして、そちらも結構大丈夫ですか？選んでいただけないですよね。こんな日本語ちょっと難しいんで。あ、そんな時のダビネクタイ、蝶ネクタイ、蝶ネクタイ、分かったわ。あ、すごい。一回しかないからさ。そうですね、やりたいこと全部だろ。あ、そうだね、引き出物も考えないとだよね。やることがめちゃくちゃ多いっすね。本当に大変なの、やることいっぱいだから。自分たちのことだけじゃなく、参列者の皆さんのことも考えなきゃいけないし、はいはい、普段やらないじゃん、会場のこと考えるとか、はいはいはい、自分のドレス考えるのでも必死だし、うん、だからちょっとこういうガヤおばさんみたいなの必要なのよ。背中をしてあげないと。じゃあ今それをオンマがやってくれてるか。オンマだから。さすが。準備 OK？ はい、すごーい。でもハーフアップにしてるじゃん。すごーい。すごい。かわいい。お母さん。恥ずかしい。きれい。黒にしてみて。
合いますよ。可愛いです。可愛いね。ね、でもさ、ここのさ、ボリューム感とかはどう？それくらいだったら許容範囲内。どうでしょう。もうちょっとストーンとしてほしい。ストーン。日本語わかんなくなっちゃった。なんかストーンってした方が好きなんですけど、うん、ウェディングドレスぐらいしかこのボリュームは着れないから、これも可愛いなって。誰と話してる。まだ顔見えない。一回見ました。一回見ました。確かに確かに。あ、可愛い。いいじゃん。こっち向いて。次着てみましょうか。キュンキュンしちゃうわ。2着目。それもいいね。安心感ある、はい、確かに堂々と立ってるもん。うん、いい笑顔。かわいい。後ろもじゃあ撮ってみようかね。おお、後ろ綺麗。綺麗なドレスだね。チューリーはこっちの、うん、どっちだけ見られるか。お母さん、うん、日本ではやらないって、うん、思ってたので、うん、よかったです。ありがとうございます。これ着てほしいの。淡い色の方が合いそうな気がする。すごいなんか味わったことのない緊張感がありますね。付き添いの人意外と重大だからね。うん、もうだから気になるのでいっぱいいっぱいだと思う。うんうんうん。あかりちゃんとか三着目。これはこれでまたちょっと違っていい。綺麗綺麗。これも多分合いそうだし。うん、いかがでしょうか。なんかお肌の白さとか綺麗さがすごい際立ってる。ああいうソーレースも似合いますね。結構レースいいかもしれない。え、そうなの。聞いてないんだけど。台風とか雨、大雪とか、ね、雨どころじゃないんだ。いい、まだいいって思ってたことですね。そしたら、あ、それも素敵だね。可愛いね。コテが可愛いね。え、うん、お、自分で回れるようになってる。うん、いいね。え、あかりさん的には何番目印象的ですか？一番理想に近いのは1個前に来た。うん、で3つ目のが一番1個前のでしょ。すごい似合ったもん。一回じゃあ毛ばえてみて、私だから撮った写真見てみようよ。はい、ちょっと客観的に見てみましょうか、はい、まず1体目綺麗でしたよ、はい、で2体目が面白いデザインだよね、はい、立体的。で3体目綺麗だね。ショート、うん、綺麗。4体目これも似合ってた。1、2、3、4。私決めたよ。あ、投票式ですか。うん、え、ちょっと山田さん、山田さんもちょっとうちのお父さんも来てもらおうか、スタイリストのね。父親の気持ちで選んでください。よろしくお願いします。一番信頼。そうだよ。じゃあ行きますね。一だと思う人。はい。お父さん。ちょっとなんかあれ。二だと思う人。次行きます。三だと思う人。感情一致ってことでいい。あれ。でも一番と悩んだ。いや、もう悩んだよね。僕はね。いや、僕ね、結構その1番を選んだ理由があるよね。理由は、やっぱ一番ウェディングらしいなっていう印象が あって、で、まあこういう舞台なんで、こういう時だからこそ出した方がなんかいいかなと思って1番を選びました。すごい説得力。確かに、こういう時しか着れないっちゃ着れない。めっちゃ写真は綺麗なんですけど、3番目来た時の、んっていうのが忘れられなくて、テンションが上がった。それは一番大事ですね。それは一番大事です。一番大事、気持ち大事。じゃあこれは3番だ。3番でいこう。気持ち大事。絶対。お父さんありがとうございました。じゃあ
あこれをベースに次はカラードレス選びに行こうか。はい、お願いします。山田さんお願いいたします。お願いします。え、色は何がいい？肌に合う色。青色でもまあこの辺り合うよね。それで言うとでも青も青が色白いからな。さっきの1着目のドレスも気に入ってくださってたので、うんうん、色違いでローズピンクがあるんです。あ、本当だ、かわいいじゃん。デザインはきっと合うかなと思います。こっちにもいっぱいあるよね。見てみる。はい、グリーン、グリーン。あ、これもかわいいね。ピンクもかわいいじゃん。どうしよう。どうする。あ、ちょっとなんか着てみたいみたいなのポンポン選んでみようよ。でもさっき最初着た形これだね。これ着てみる。これと緑と赤だったらどっちが？これもかわいいけどね、私結構好きだけど。でもあんまりボリュームない方が好きだもんね。でもさっきボリュームあるの着たらやっぱり可愛いとは、意外と可愛かった。反省してる。欲が。これを着てみない？せっかくだから。はい。カラードレス1着目。やっぱりなんか色あるだけで全然また見え方が違うね。そうだね、うん、キャラじゃないよね。怖いけどね、うん、あ、これは私が追加で選んだの。追加の1枚オイドレス。私結構好きですけど、ね、お。かわいい。悩ましいね。個人的にはどう？一番か、一個前の可愛いか。え、サークルの中でも決まってるんですか、これも？私、うん、個人的に好きなのはあれだなってのは決まってる。おお。あとまあファームの雰囲気とか、まあ、やっぱりあかりちゃんが着たいやつ着てほしいから、それをちょっと一緒に見つけるだね。そうですね。じゃあ行くよ。見てみてどう？私は結構ファームの風景とかイメージすると後半の2個とか、はい、いいなって思ってはいて、ホワイトのドレスの差別化っていうと1番もさっきのお父さんの話じゃないけどこの時だからこそ着れるものだったりするから。お母さん、あ、もうこれはグリーン。それで髪をちょっとお花がちょっとついて、うんうん、じゃあいきます。1が良かったと思う人、2が良かったと思う人、3が良かったと思う人、4が良かったと思う人。はい、3が4票、4が2票です。おお、そうですね。なんかその最初は1か4で悩んでたんですけど、さやかさんのファームでの式のイメージを全部踏まえたときにやっぱり4の方がいいなと。あとは色がグリーンの方がちょっと締まって見えたので、サイドアップはグリーンが綺麗だったかなっていうのはあってよく感じました。すごいパワーワード出ました。ちょっと気のある言葉がグラ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 。もうなんかパッと見レースも綺麗だし、ここも締まって見えるし、あとは髪型でなんかバランスをとってファームに合うかな、うん、ただあの白いドレスもレースがいっぱいだから、うん、同じような感じになっちゃって本人はあれなんか嫌なのかな、うん、じゃあピンクの、はい、お父さんからバーサスピンクいきましょう。まあ、なんか結構ギャップを楽しんだ方がいいかなと思ってて、うん、最初のなんかこうウェディングの白からフェミニンさっていう部分でこの色がいいかなと思って、あとサイコさんが言ったように僕も結構肌の色とすごい相性がいいなと思ったのでいいかなと思いました。はい、もうこのみんなの意見も踏まえてやっぱもう相馬さんが決めるじゃないですか、うん、はい、みんなの意見は、はい、出揃いましたけれども、あとはもうあかりちゃんが着たいやつだよ。へえ、どれも似合ってるから。割れるってことはどっちも似合ってるから。はい、はい、決めました。決めた。はい、え2着目のドレスはダダダダン
緑にしますあーやったー決め手は何だった？でもピンクの方が好きなんですけどグリーンも着たら綺麗だし、うん、ぐるっと一周してやっぱり日本で結婚式を挙げるので母がいいって思った方の方がお母さんのタオルから来てよかったって言ってたからと思って母の見繕いはあんまり間違ったことがないのでさゆこさんとお父さんの意見を無視するっていう全然でもね、自分が着たいの着るべきだから、はい、そしてね、お母さんが選んでくれたから、はい、間違いないよ、はい、なので、緑にしまーす。やったー！あ、素敵じゃん。あ、タイにしたのね、はい、蝶ネクタイじゃなくてこっち向いて、はい、チーズ。かわいい。いっぱいカメラがあるのでちょっとなんか小物変えてみてみましょうか。トネクタイの方がいいですね。うん、絶対そう思う。あー、ツー、ステ見てみ。いいね、蝶ネクタイね。蝶ネクタイね。あ、ちなみにこっちのもうちょっと肌合わせだけ。あー好きだけどな、私。皆さんどう思いますか？だから一つ目は白のドレスでしょ、はい、ちょっとこうしてて、こうしてて私の声聞こえる。あ、あ、1たす1は大丈夫だから緑のドレスの横にだからどうしよう。これもかっこいいな。ちょっとね、これパラドレスの時、うん、どう？これちょっと当ててみて。あ、似合うじゃん。いいかっこいい。うん、カラードレスの時いいかもしれない、ね、色的に嫌ではない。はい、ワインの色が好きなんです。へぇ、だからあかりちゃんはカラードレス着た時はこっちで白いドレス着た時にどっちを着るかじゃない、はい、最初にはあの色着るんだったらベージュっぽい色がいいんじゃないかな。賛成いや、俺もベージュかっこいいと思います。絶対ベージュの方がかっこいいと思います。ベージュで決まります。うわこっちも来ましたよ。どう？ベージュとワイン。あ、ちょっとなんかイメージ湧いてきた？式の。ちょっとなんか韓国と違って、うん、大丈夫よ、信じて大丈夫、すごく似合ってたし、うん、あかりちゃんのドレスまだね、見てないからあれだけど、はい、すごいお似合いで二人が横に並んだ時のイメージもこっちはパッチンできてるから楽しい。いや、素晴らしいと思います。大丈夫、はい、かっこよかった。決まりました。うん、まだまだでも詰めなきゃいけないことがあるから、ね、一緒にどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうでも当日ね、この2着着るために側もまた整えたりとか、うん、皆さんのお力をいただきながら、うん、素敵な式にできるようによろしく。お母さんからも今日ね、新しい情報いただいてた。雨女、雨女の嵐女ってことですねそこもね、楽しんでやっていけるように、はい、ちょっとみんなで準備していきましょうね。はい、お願いします。じゃあ10月はい、抜けて、はい、ちょっとこの後もやり取り続きますけれども、よろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあ今日はあかりちゃんのウェディングドレス選んでみる日でしたけれども、皆さんも当日の結婚式どんな感じになるか楽しみにして応援していってください。ありがとうございます。バイバーイ皆さん本当にうちのスタッフまで本当にありがとうございます予定のない花嫁ですが、このシャワシャワしてるの、このスピード感も決めてた。うん、決めてたね。ちょっともうそれピンクしちゃっていいですか？うるさい、うわめっちゃ楽しいですねめっちゃ緊張してしまった。なんか見せてしまってすいません。ありがとうございます。最高。尺長めにとってしまって。尺長め。